ちょっとタフな試合になってしまって、自分たちのペースで勝ちゲームやっただけに、で勝たないといけなかった試合だったなと思います。まずじゃあオフェンス面の方は、本当に今日はシュートがちょっと入らなくて、苦しんでたんですけど、悪いシュートじゃなかったかなと思います。あとは決めるときかなと思いますし、シュートは水物なので、ずっと入り続けることはない中で、それでもやっぱり決めなければいけなかったシュートだったと思いますし、明日もし機会があれば、しっかり決めきるっていう思いで、やっぱり責任を持ってやっぱ打ちたいし、ディフェンス面では今の感触的にはラストの最後の3を決められたところ以外は、まあわりかしよく守ってた部分もあったと思うし、明日さらに良くなるためにどうしなければいけないのかっていうのを今考えているところなんで、本当に手も足も出なかったっていう風ではなかったかなと思います。11点リードした中で、やっぱどうしてもこう、終わった後なんで何とでも言えるんですけど、気持ちがちょっとこうふわっとしちゃったっていうか、やっぱ準備も結構してきたんで、このバイリーグで、やっぱ手応えも感じてる部分もやっぱあったし、こううまくいきすぎたっていうとちょっとうまく言えないですけど、ちょっと前半が自分たちのリズムを持ってきただけに、その気持ちの部分だったと思います。その技術とか戦術とかじゃなくて、でそのリズムをこう一気に持っていかれたっていう、やっぱり向こうもやっぱりチャンピオンチームなんで、簡単には勝たせてくれないっていうのは分かってたんですけど、そこはちょっと本当に反省しないといけないかなと思います。まあ本当にムードメーカーだと思ってるんで、一つ仕事を挙げるとすれば、やっぱチームをまとめたりとか、こういう状況でも準備し続けて、試合に呼ばれた時には全力でやるっていうことが、やっぱり一番かなと思います。スピードが持ち味の選手だと僕も自分自身も思ってるんで、ああいう日本代表する選手であっても、しっかり自分の持ち味を生かして、要所要所をしっかり全部抑えることは不可能だと思うんですけど、相手のリズムを崩したりとか、嫌がることは明日も続けてやりたいなと思います。今日の反省を明日まだ挽回するチャンスがあるんで、一つ一つ山を乗り越えていくしか、今僕たち今年10年目に入るプロキャリアの中で、一喜一憂しすぎず、まだシーズン長いんで、どんなチャンスが来るかもわからないですし、今日負けたからダメだったとかではなくて、こう長い目で見たときに、この負けも生きたっていうように、チーム全員で努力すべきだと思いますし、チーム試合ってまだまだ続くんで、島根スタノアジックとしてどうあるべきかを、今後も追求していくっていうのが必要になってくるかなと思います。